皆さんこんばんは。今日この会場海外に今こそ皆さんが結集したことを冒頭にご報告したいと思います。ものすごいです。今6時45分から出発したデモ隊が今なりこの外ずっと続いています。先ほどから出席コールがずっと続いています。そういう状態の大変な集会になりました。昨年の12月の15日この総係行動実行委員会を決定していない私たちはこの集団的自衛権の政府が一方的な解釈変更をすること、そして戦争関連法案を銃の法律を一つにまとめさらに新法を作るという大変な悪のやり方でこの戦争法案を通常国会に出したことに抗議をして、春以来連続してさまざまな行動を戦ってきました。5月3日には横浜の銀行パークに3万人を超す人々が結集をしました。今日おいでの皆さんもたくさん来ていただいたと思います。それから連日のように行動を展開してこの国会の周辺であるいは東京関東の街中で私たちは戦争法案に反対する訴えを続けてきました。国会の中では野党4党の皆さんが結束をして私たちの戦いに呼応してくれました。私たちの運動にはこの頻繁に野党4党の代表が顔を出し、国会の内外合わせてこの戦争法案を何としても許さない、そういう戦いを展開してきたと思います。皆さん、先ほどから多くの人が言いましたように安倍内閣の支持率はとうとう逆転したではないですか。この間の皆さんの粘り強い大きな戦いが今確実に世論を作っている。私たちはこのことに確信を持ちたいと思います。今戦争法案はダメだ、これを廃案にしろ、この声はこの国の民衆の中で多数派であるな。今日ここに結集した2万人はその全国の民衆の声を代表して戦争法案を廃案にという要求をしているんだと思います。これだけ多くの皆さんが検証をしていた、そして今国会に向かって行進をしている。全国の人たちが今日東京でどういう戦いをやるだろうか注目をしていると思います。そして同じ時間に集会やデモ行進をやっている仲間がたくさんいます。私たちはこの声に呼応して何としても明日強行採決をしようとしている与党に対して絶対強行採決を許さないという声を最後の最後まで諦めずに上げ続けたいと思います。そして本当の人は私たちの戦いを通じることによって世論をさらにさらに大きくし、逆転したこの内閣支持率をさらに大きく安倍内閣の支持率を叩き落とし、この安倍内閣を打倒することによって今度の国会においてこの戦争法案を絶対に阻止する、その戦いを今夜改めて皆さんと一緒に決意を重ねたいと思います。万万が一国交が来た強行するようなことがあったら私たちはさらに大きな力を持って行動を強めましょう。強めていきましょう。私たちは僕の
ナーに座り込んで、そして18時半から国会の正門前を中心に数万の大行動を展開したいと思います。国会の前に私たちの怒りの声を結集して強行採決をしようとしている与党の人々に、我々の決意と戦いの意思を明日の行動によって示したいと思います。そして明後日同じように13時半から国会の正門の前に座り込みます。そして18時半から同じように国会の正門の前で大行動を行います。その次の金曜日も同じです。この3日間の戦争法案の張り合いを目指す戦いは、同時にさまざまな学生の皆さんや若者の皆さんとこうした戦いになります。私たちの総掛かり実行委員会が主催する明日の夜の集会は18時半から19時半まで行います。そして19時半以降は若者の皆さんにその場の主催を移そうと思います。若者たちとすでにそういう話し合いをしております。お互いの集会を、私たちには若者もたくさんいます。年配者もいます。総掛かり実行委員会は各界各層の多くの人々を集めた特徴を持っています。この総掛かり実行委員会も明日の行動に続いて若者たちの行動がその後やられる。お互いの集会にそれぞれ積極的に参加をして共に頑張ろう、そういう決意をしています。ですからこれから3日間の行動にぜひ参加をしてください。今日のこの怒りを明日からの座り込みと夜の大きな集会にどうか皆さんの力を結集してください。そして18日には沢地久江さんや鳥越慎太郎さんが呼びかけた安倍政治を許さないという全国的な行動があります。総掛かり実行委員会はこの行動にも積極的に協力をしたいと思います。主体的に個人の皆さんがやる行動ですから、その趣旨を尊重しながら私たちなりにこの18日の行動も大きく成功させるように、お互いに各地で自分の周りの駅などで安倍政治を許さないというプラカードを掲げて共に全国でこうして頑張ろうじゃありませんか。そして今日もプラカードで今日のプログラムに書いてあります。7月の26日には日曜日ですけれども、午後2時から国会合意の大きな行動をやります。国会を本当に何十もの人々で取り囲んで、私たちのこれまでやってきた一連の行動をさらにさらに大きくした行動として、安倍内閣のこの企てに反撃をする戦いをやりたいと思います。そして7月28日には再度この日比谷野外文学堂に結集してください。この日比谷野外文学堂を中心に再度大きな戦いをやりたいと思います。ご承知のように古川の総掛かり実行委員会は木曜連続行動というのをずっとやってきました。この行動も回を重ねるごとに多くの人々が参加をするようになってきています。木曜連続行動もこの後も続けます。7月の一連の行動は異常のような行動ですけれども、皆さん、安倍内閣が95日延長した8月と9月、安倍内閣にとってこんなに延長するんじゃなかった、95日の延長は失敗だった、そう思わせる戦いをやろうじゃないですか。この社会の8月はどういう時期ですか。時には揶揄されてきましたけれども、反戦の8月で、日本の反戦運動は8月しかないのかなという人もいた。結構じゃないですか。今年の8月は文字通り反戦の8月として、戦争法に反対する大きな運動を起こす8月に、皆さんの
人が自分の仕事を自覚して共同した大きな胸をこれから作っていきたいと思います。今日会場の外にいて中に入れなかった皆さんに主催者からお詫びをしたいと思います。中に入りたい、そういう思いの方がたくさんいました。その方々が今すでにデモに出発しています。これからすでに出発しているデモ隊と一緒に私たちはこの後国会に向かいましょう。そして野党4党の皆さんを激励して、あなた方は国会で頑張ってください。私たちは国会のことで全力を挙げて頑張る、そうした英語の交換をしたいと思います。どうか皆さん、大変長い時間でした。この集会に結集していただいてありがとうございます。これからが頑張り時です。今日からが頑張り時です。何としても安倍内閣をこの25日延長が失敗だったと思わせた戦いを絶対やっていきましょう。暑いですから体を大事にして、二度もできた戦いを全力を挙げてやりたいと思います。ありがとうございます。安倍さん、ありがとうございました。それではこの大集会は最後、皆さんの声で終わっていきたいと思います。皆さん、コールをします。立ち上がってください。コールの時にこのカード頑張ってですね、赤、青、赤でいきます。で、最初は赤、間違えたらやり直しましょう。でも、いきます。いいですか？皆さん、準備はいいですか？市民共同センターの順番で出ます。
ますので、しばらくの間このままお待ちください。